皆さん、こんばんは。ニューヨークから参りました大坪健治と申します。私はニューヨークに渡ってちょうど今年で50年になりますで。海外に住んでいますと、日本にいては見えない日本がよく見えますので、私が海外にいながらどういうふうに日本を見ているのか、そしてどうしたら日本を良い国に育て上げるのかということを私と共にあの考えていただけるようなお話をさせていただきたいと思います。えー さて、来年4月末日をもちまして、平成が終わりますけれども、この30年間という国はどういう国であったのか、今から30年前の平成元年、企業の資産価値で言いますと、世界最大の会社は NTT でありまして、2番目が日本工業銀行、続きまして住友銀行、富士銀行、第一勧銀と、 上位3個5個が日本の会社でして50社の中に日本は32社入ってましたところがその後30年が経過して今日本の企業は実態はどうなったか言いますとトップはアマゾンドットコムマイクロソフトフェイスブックというアメリカの企業がトップを占めまして50社の中に わずかトヨタ自動車が35位に入っているだけです。で、日本に代わって進出してきているのは、えー、アリババを中心とした中国でして、で、日本経済がこれだけ停滞するということは、国際社会の中における日本の力も停滞しているということに他なりません。しかし、日本はですね、非常に素晴らしいものがたくさんありまして、 今、トランプ大統領が日本の貿易差損、えー、を、その、訂正するように安倍政権に、えー、圧力をかけていますけれども、しかし、日本の企業はアメリカで86万7千人という雇用を雇っていますし、製造業だけでも今まで5兆円を超える利益をアメリカにもたらしています。しかし、それを知ってるアメリカ人はほとんどいないです。 ニューヨークや、あるいはロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトルといった大都会にいますアメリカ人は日本のことを知っていますけれども、中西部、南部、北部に行きますとですね、日本のことはほとんど知っている人はいません。トランプ大統領さえでも、私はかって彼とよくゴルフをしたり、食事をしていましたけれども、日本のことは全く知らないですね。で、それはなぜかと日本は自分の言うべきことを言わないからに他ならないです。 私は子供の頃から男は黙ってろと自分の意見は言うなというふうによく言われて育ちましたけれどもそれは日本人同士であれば相手の顔を見て目を見て相手がどういうことを考えているかということがよくわかりますけれども対外国人の間ではですね自分の意見を言わないとそれは無知で知識がないとしか言いようがありません私は常々 日本,に日本を見ますとです、ね、テレビのバラエティー番組なんかを見てますと、大勢の人が並んで、皆さん、同じような意見を言っていると、じゃあ、あなたの意見はどうなんですかと聞くとです、ね、自分の意見は言わないし、言えないし、しかし、先ほど申しましたように、これからはです、ね、自分の意見をはっきりと言えるような日本を作っていかないとです、ね、国際社会の中では生き延びていけないのではないでしょうか。 私は先ほど言いましたように、50年というアメリカの生活の中にあのいましてですねで、バブルの頃の日本は、すっかり中国、インド、韓国と他の国にとって変わりまして、五番街を空いている日本人というのはほとんどいなくなりましてです、ね、非常に寂しい感じがします。しかし、日本にはですね、素晴らしい製品、素晴らしい商品、素晴らしいものがたくさんあります。 ぜひこれをです、ね、皆さんと共に共有しながら、素晴らしい日本を作っていけるように努力をしたいと思っています。特にこの昌平塾にはです、ね、す晴らしい講師の方がたくさん来ていますので、この講師の話をです、ね、皆さんの糧にしながら、いかにしたら良い日本を作り上げていけるかということをぜひ皆さんにお願いしてです、ね、私の簡単な話ですけれども、私のお話にさせていただきたいと思います。今日はどううもありがとうございました